えー、ルカの福音書15章、えー、さて修繕に罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきたするとプレサイビと立法学者たちはつぶやいてこう言ったこの人は、えー、罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするそこでイエスは彼らに、えー、このような例えを話されたあなた方のうちに羊を100匹持っている,持っている人がいてそのうちの1匹を亡くしたら その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、えー、友達や近所の人たちを呼び集めいなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうあなた方に言いますかそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら 食いいいめる必要のない99人のな人人正しにまた女の人が銀貨を10枚持っていてもしその1枚をなくしたら明かりをつけ家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、えー「なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでください」と言うでしょう。 あなた方に言いますがそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の見つかりたちに、えー、喜びが湧き起こるんですまたこう話された、えー、ある人に息子が二人あった弟が父に「お父さん私に財産の分け前をください」と言ったそれで父は信頼を二人に分けてやったそれから幾日もたたのうちに弟は何もかもまとめて遠い国へ旅立った そしてそこで放蕩して水のように財産を使ってしまった何もかも使い果たした後でこでその国に大飢饉が起こり彼は食べるのにも困り始めたそれでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼を畑にあって豚の世話をさせた彼は豚の食べる豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが 誰一人彼に与えようとはしなかったしかし我に返った時彼はこう言った父のところにはパンの有り余っている野い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで飢え死にしそうだたって父のところに行ってこう言うお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子とを呼ばれる資格はありません 雇いい。人のようにしてください、えー、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父,父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き、えー、口づけした息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたのことを呼ばれる資格はありませんところが父親は下べたちに言った 急いで一番、えー、良い着物を持ってきてこ,この子に着せなさい。それから、えー、手に指をはめさせ、靴に足に靴を履かせなさい。そして肥えた子を引いて着てほふりなさい。食べていようではないか、えー。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。えー、ところで、えー、兄息子は畑にいたが、 帰ってきてき家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきたそしてしもべの一人を呼んで「これは一体何事か?」と尋ねるとしもべは言った弟さんが「お帰りになったのです」「無理な姿をお迎えしたというのでお父さんが肥えた子牛をほふ,ほふらせなさったのです」「それと兄は怒って家に入ろうともしなかった」「それで父が出てきていろいろなだめてみた」 しかし兄は父にこう言った。ご七歳。長年の間私はお父さんに仕え、いまし目を破ったことは一度もありません。その私には、えー、友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女、えー、に溺れてあなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥、えー、えた子牛をほふらせなさったのですか父は借りに行った。 お前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだだがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだいなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか」。